それでは3分いただきますいくよよ,よしということで改めましてどうもハイチです。えー、まずはゴールデンウィーク明けのこの日、まあ、学校に行った方も行かなかった方もいると思いますがもう今日一日を過ごしきっただけで120点です。本当にお疲れ様でした。で、めちゃくちゃ疲れたと思うんですよ。で、その疲れた時ってもう何も考えることなくね、例えば TikTok 見たりとかさ YouTube ショート見たりとか、まあ、エンタメ系の方の動画見たりとかしたいと思うんだよ。その中でこの動画をクリックしたあなたかっこいい。そしてありがとう。 はい、で3分いただきますねで。何を伝えたいかっていうと、ゴールデンウィーク明け、まあ、この1週間、ここから1週間、これだけ意識して,って、もうこの1週間経ったらもう合わないと思ったら捨ててもらって構わない。やんなくて構わないんだけど、この1週間はちょっとやってほしいなってことを2個、2個伝えますで。まず1個目がですね、目標です。必ず今日、まあ、今日ね、この動画見ちゃった今日から、 今日はこれやるぞっていう目標を決めてください。普段からやってる方もいると思うけどね。で、その時にルールがあって、今週だけは2段階目標あって、2段階。今自分がやろうと思ったものが第2目標です。2です。第2目標。で、その目標から、いつもよく3割カットという話をするんだけど、違う。半分。 5割カットした、半分の量にした、大体目安でい,いけるね、した量を第1目標にしてください。第1と第2、両方目標を食べて、いいかな。で、第1目標を突破しただけでもう十分です、今週は。拍手。拍手してやって、よく頑張ったって。で、第1目標を突破して、あれまだいける気がする。ってなったら、第2までやればいい。 それでいいから。今週はとにかくね、頑張んなきゃってすごい気持ちが出てきちゃうのよ。ね、ゴールデンウィークのこととかあったりとか、みんながすごい頑張ってるっ見えちゃうから。隣の芝は青く見えんだから。だけど、そうじゃなくって自分が立てたもののこの第一でいいから突破していくっていうスタイルでやってください。一回、二段階目標。俺はもう今週だけはやって。で、もう一個は SNS です。 みんなはね、ツイッターだったり、まあ、インスタの方が多いかもしんないけどね、まあやってる方も多いかと思います。で、SNS の投稿、例えば知ってる方でも知らない方でも、同級生の投稿とか見ると思うんだよね。で、基本的に私よく言うんだけど、キラキラ民が投稿してるのよ。キラキラした人がいっぱいいるのよ。同級生でも。すごいね、頑張ってる方とか、すごい楽しそうな方、充実してる方とかね、いるじゃないですか。でもそこと比べてんだよ、みんな。で、比べると落ち込むから。普段でも落ち込みやすいのに、この時期めちゃくちゃ落ち込みやすいから。心が疲れてるから。 だから、そこと比べないようにしよう。基本的に例えばさ、うまくいってない人とかのツイートもあると思うのよ。でもさ、そことは比べないのよね。基本的に。あ、そっか、こういう人もいるんだぐらいに思うのに。でも、キラキラした人とは、あ、この人すごい頑張ってるのに私頑張れてない。この人すごい楽しそうなのに私全然楽しくないってなっちゃってるのよね。いや、比べるのが悪いとは言わん。でも、へこむための比べだったらいらんのよ。やめた方がいい。 だから、今比べちゃうと、そうやってダメージを受けやすい時期ってことを分かっててほしい。だから、今週は自分が立てた目標、それを突破すればいい。それだけで十分頑張ったんだっていうのを、あの、俺が強制で言います。はい。もちろん合わない方はやらなくていいけどね。でも、それをやってくれることで、この一週間うまくいったら、来週以降もリズムが作れるから、来週以降に関わってくる、そのためにもね、うまく。 この一週間使ってもらえたらと思います。ということでちょっと超えましたが <laughs>、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週一週間、俺もですけど、皆さんもお互いね、頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。